幸福な王子。オスカー・ワイルド作結城博役。街の上に高く柱がそびえ、その上に幸福の王子の像が立っていました。王子の像は全体を 薄い純金で覆われ、目は二つの輝くサファイアで、王子の剣の塚には大きな赤いルビーが光っていました。王子は町のみんなの自慢でした。うーん 風緑と同じくらいに美しい。と、芸術的なセンスがあるという評判を得たがっている一人の司会議員が言いました。彼は、うーん、もっとも風緑ほど便利じゃないがね。と、付け加えて言いました。 無双家だと思われないように心配したからです。どうしてあの幸福の王子みたいにちゃんとできないのお月様が欲しいと泣いている幼い男の子に賢明なお母さんが聞きました。幸福の王子は決して 何かを欲しがって泣いたりしないのよ。この世の中にも本当に幸福な人がいるというのは嬉しいことだ。失望した男がこの素晴らしい像を見つめてつぶやきました。天使のようだね。と明るい 赤のマントと綺麗な白いドレスを着た養育員の子供たちが聖堂から出てきて言いました。どうしてそのようなことがわかるのかね。と数学教師が言いました。天使など見たことがないのに。あ、でも夢で見たことはありますよ。 と子供たちは答えました。すると数学教師は眉をひそめてとても厳しい顔つきをしました。というのは彼は子供たちが夢を見ることはよろしくないと考えていたからです。ある晩、そんな街に 小さなツバメが飛んできました。彼の友達らはすでに六週間前にエジプトに出発していましたが、そのツバメは遅れていました。彼は最高に綺麗な足に恋をしていたからです。ツバメが 彼女に出会ったのは春の初め。大きくて黄色い蛾を追って川の下流へ向かって飛んでいた時のことでした。足のスラッとした腰があまりにも魅力的だったので、ツバメは立ち止まって彼女に話しかけたのです。 君を好きになってもいいかいとツバメは言いました。彼は単刀直入に話すのが好きでした。足は深くうなずきました。そこでツバメは翼で水に触れながら彼女の周りをぐるぐると回り、 銀色のさざ波を立てました。これはツバメからのラブコールで、それは夏中続きました。彼女はおかしな恋人だね。と他のツバメたちがペチャペチャ言いました。財産はないくせに親戚は 多すぎると来てる。実際、その川は足でいっぱいだったのです。やがて、秋が来ると、そのツバメたちもみんな飛んで行ってしまいました。みんなが行ってしまうと、ツバメは寂しくなり、自分の恋人にも 飽き始めました。彼女は何にも話してくれないしな。と、ツバメは言いました。それに浮気っぽいんじゃないかと思うんだ。だって彼女はいつも風といたついているんだから。確かに風が吹くといつも足は 最高に優美なお辞儀をしました。彼女が家庭的なのは認めるけれど、とツバメは続けました。でも僕は旅をするのが好きなんだから、僕の妻たる者も,も旅をするのが好きでなくっちゃ。とうとうツバメは 僕と一緒に旅に出てくれないかと彼女に言いました。でも足は首を横に振りました。彼女は自分の家にとても愛着があったのです。君は僕のことをもてあそんでいたんだな。と ツバメは叫びました。僕はピラミッドに出発するよ。じゃあね。ツバメは飛び去りました。ツバメはまっすぐに飛び、夜になって街に着きました。どこに泊まったらいいかなとツバメは言いました。 泊まれるようなところがあればいいんだけれど、それからツバメは高い柱の上の像を見ました。あ、あそこに泊まることにしよう。あれはいい場所だ。新鮮な空気もたくさん吸えるし。そしてツバメは幸福の王子の 両足のちょうど間に止まりました。黄金のベッドルームだ。ツバメはあたりを見回しながらそっと一人でい,い眠ろうとしました。ところが頭を翼の中に入れようとした途端、大きな水の粒が ツバメの上に落ちてきました。なんだなんて不思議なんだ。と、ツバメは大きな声をあげました。空には雲一つなくて、星はとてもくっきりと輝いているというのに、雨が降っているなんて。北ヨーロッパの天候は全く ひどいもんだね。あの足は雨が好きだったけれど、それは単なる自己中心的な意見だったし、するともう一滴落ちてきました。雨よけにならないんだったら、象なんて何の役にも立たないな。と、ツバメは言いました。 もっといい住処を探さなくちゃ。ツバメは飛び立とうと決心しました。でも、翼を広げるよりも前に、三番目の水滴が落ちてきて、ツバメは上を見上げました。すると、何が見えたでしょうか。幸福の王子の 両目は涙でいっぱいになっていました。そしてその涙は王子の黄金の頬を流れていたのです。王子の顔は月光の中でとても美しく、小さなツバメはかわいそうな気持ちでいっぱいになりました。 あなたは、どなたですかつばめは尋ねました。私は、幸福の王子だ。と、ゾウは答えました。それなら、どうして泣いているんですかもう僕は、ぐしょぬれですよ。と、つばめは尋ねました。 まだ私が生きていて人間の心を持っていた時のことだった。とゾウは答え始めました。私は涙というものがどんなものかを知らなかった。というのは私は算数子の宮殿に住んでいてそこには 悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間で戦闘を切ってダンスを踊った。庭園の周りにはとても高い塀が巡らされていて、私は一度もその向こうに 何があるのかを気にかけたことがなかった。周りには非常に美しいものしかなかった。進化たちは私を幸福の王子と呼んだ。実際幸福だったんだ。もしも快楽が幸福だと言うならば、私は 幸福に生き、幸福に死んだ。死んでから人々は私をこの高い場所に置いた。ここからは町のすべての醜悪なこと、すべての悲惨なことが見える。私の心臓は鉛でできているけれど、 泣かずにはいられないんだ。王子はまた涙をこぼしました。なんだってこの王子は中まで金でできているんじゃないのかと、ツバメは心の中で思いました。けれど、ツバメは礼儀正しかったので、個人的な意見は、 声に出しませんでした。ずっと向こうの小さな通りに貧しい家がある。窓が一つ開いていてテーブルについたご婦人が見える。顔は痩せこけ疲れている。彼女の手は荒れ。縫い針で傷ついて 赤くなっている。彼女はお張り子をしているんだ。その夫人は茨の花をサテンのガウンに刺繍しようとしている。そのガウンは女王様の一番可愛い次女のためのもので次の舞踏会に着ることになっているんだ。 その部屋の隅のベッドでは幼い息子が病のために横になっている。熱があってオレンジが食べたいと言っている。母親が与えることができるものは川の水だけだからその子は泣いている。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。 私の剣の束からルビーを取り出してあの婦人にあげてくれないか。両足がこの台座に固定されているから私は自分で行けないんだ。と王子の像は悲しみを含んだ声で言いました。私はエジプトに行きたいんです。 友人たちはナイル川に沿って飛び回ったり大きなハスの花に話しかけたりしています。まもなくみんなは偉大な王の墓の中で眠ります。王もまたそこの彩られた棺の中にいます。王はミイラになっています。 首には青緑の翡翠の首飾りがかけられていて、王の両手はまるでしおれた枯葉のようなんですよ。とツバメは言いました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、もう一晩泊まって、私の お使いをしてくれないかあの子はとても喉が渇いていて、お母さんはとても悲しんでいるんだよ。と王子は言いました。私は男の子が好きじゃないんです。去年の夏、川のほとりにいたとき、二人の乱暴な男の子がおりました。 粉引きの息子たちで、二人はいつも僕に石を投げつけました。もちろん一回も当たりませんでしたよ。僕たちツバメはそういう時にはとてもうまく飛びますし、その上僕は機敏さでは有名な家系ですから。でも石を投げてくるっていうのは、 失礼な証拠ですよね。と、ツバメは答えました。でも、幸福の王子がとても悲しそうな顔をしましたので、小さなツバメもすまない気持ちになりました。ここはとても寒いですね。と、ツバメは言いました。 でも、ここに一晩泊まって、あなたのお使いをいたしましょう。ありがとう、小さなツバメさん。と、王子は言いました。そこで、ツバメは、王子の剣から、大きなルビーを取り出すと、くちばしに加え、町の屋根を飛び越えて出かけました。 ツバメは白い大理石の天使が彫刻されている聖堂の塔を通り過ぎました。宮殿を通り過ぎるとき、ダンスを踊っている音が聞こえました。美しい女の子が恋人と一緒にバルコニーに出てきました。 なんて素晴らしい星だろう。彼は女の子に言いました。そして愛の力はなんと素晴らしいことだろう。私のドレスが舞踏会に間に合うといいわね。と女の子が答えました。ドレスに茨の花が 刺繍されるように注文したのよ。でも、お張り子っていうのはとっても怠け者だから。ツバメは川を越え、船のマストにかかっているランターを見ました。ツバメは貧民街を越え、老いたユダヤ人たちが商売をして、 銅の天秤でお金をはかり分けるのを見ました。そうしてやっとあの貧しい家にたどり着くとツバメは中を覗き込みました。男の子はベッドの上で熱のために寝返りを打ち、お母さんは 疲れきって眠り込んでおりました。ツバメは中に入ってテーブルの上にあるお母さんの指抜きの脇に大きなルビーを置きました。それからツバメはそっとベッドの周りを飛び翼で男の子の額を仰ぎました。 ああ、涼しい。と、男の子は言いました。僕は、きっと、元気になる。そうして、心地よい眠りに入っていきました。それから、ツバメは、幸福の王子のところに飛んで戻り、やったことを王子に伝えました。 妙なことに、と、ツバメは言いました。こんなに寒いのに、僕は今、とても、暖かい気持ちがするんです。それは、君が、いいことをしたからだよ。と、王子は言いました。そこで、小さなツバメは、考え始めましたが、 やがて眠ってしまいました。考え事をすると、ツバメはいつも眠くなるのです。朝になると、ツバメは川のところまで飛んでいき、水浴びをしました。なんと驚くべき現象だ。と、 鳥類学の教授が橋を渡りながら言いました。冬にツバメを見るなんて。それから教授はこのことについて長い報告書を地方新聞に当てて書きました。みんながその報告書を話題にしました。でもそれは 人々が理解できない単語でいっぱいでした。今夜エジプトに行きます。とツバメは言いました。ツバメはその予定に上機嫌でした。町中の名所をみんな訪れてから、教会の 先頭のてっぺんに止まっていました。ツバメが行くところはどこでもスズメがチュンチュン鳴いていて素敵な旅人ねと口々に言っていましたのでツバメはとても嬉しくなりました。月が昇るとツバメは幸福の王子のところに 戻ってきました。エジプトに何かことづけはありますかと、ツバメは聞きました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と、王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか 私はエジプトに行きたいと思っています。明日僕の友達は川を登り2番目の滝へ飛んで行くでしょう。そこではパピルスの茂みの間でカバが休んでいます。そして巨大なミカゲシの玉座にはメムノン神が座っているんです。 メムノンシンは星を一晩中見つめ続け、明けの明星が輝くと喜びの声を一声上げ、そしてまた沈黙に戻ると言われています。正午には黄色のライオンが水辺に水を飲みにやってきます。ライオンの目は 緑柱石のようで、その吠え声は滝のゴーゴーという音よりも大きいんですよ。と、ツバメは答えました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と、王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある、 屋根裏部屋に若者の姿が見える。彼は紙で溢れた机に持たれている。傍らにあるタンブラーには枯れたスミレが一束さしてある。彼の髪は茶色で細かく縮れ、唇はザクロのように赤く。 大きくて夢見るような目をしている。彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしている。けれどあまりにも寒いのでもう書くことができないんだ。暖炉の中に日の毛はなく空腹のために 気を失わんばかりになっている。もう一晩止まりましょう。本当の良い心を持っているツバメは言いました。もう一つルビーを持っていきましょうか。ああ、もうルビーはないんだよ。王子は言いました。残っているのは 私の両目だけだ。私の両目は珍しいサファイアでできている。これは一千年前にインドから運ばれてきたものだ。私の片目を抜き出して彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って 食べ物と薪を買って芝居を完成させることができるだろう。王子様とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と、 王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子の目を取り出して屋根裏部屋へ飛んで行きました。屋根に穴が開いていたので入るのは簡単でした。ツバメは穴を通って さっと飛び込み、部屋の中に入りました。その若者は、両手の中に顔をうずめるようにしておりましたので、鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして、若者が顔を上げると、そこには美しいサファイアが枯れたスミレの上に乗っていたのです。 私も世の中に認められ始めたんだ。若者は大声を出しました。これは誰か熱烈なファンからだな。これで芝居が完成できるぞ。若者はとても幸福そうでした。次の日。 ツバメは、鳩とへ行きました。大きな船のマストの上に止まり、スイフたちが大きな箱を倉庫からロープで引きずり出すのを見ました。箱が一つ出るたびに、よいこらせ、とスイフたちは叫びました。 僕はエジプトに行くんだよ。と、ツバメも大声を出しましたが、誰も気にしませんでした。月が出ると、ツバメは幸福の王子のところに戻りました。お別れを言いにやってきました。ツバメは声をあげました。 ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。もう一晩止まってくれませんかもう冬です。ツバメは答えました。冷たい雪がまもなくここにも降るでしょう。エジプトでは 太陽の光が緑の白の木に注ぎ、ワニたちは泥に寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはバールベック寺院の中に巣を作っており、ピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様、僕は行かなくちゃなりません。 あなたのことは決して忘れません。来年の春、僕はあなたがあげてしまった宝石二つの代わりに、美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大会のように青いものにします。 下の方に広場がある。と幸福の王子は言いました。そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまった。お金を持って帰れなかったら、お父さんが女の子をぶつだろう。 だから、女の子は泣いている。あの子は、靴も、靴下も履いていないし、何も頭にかぶっていない。私の、残っている目を取り出して、あの子にやってほしい。そうすれば、お父さんから、ぶたれないだろう。もう一晩、泊まりましょう。 ツバメは言いました。でも、目を取り出すなんてできません。そんなことをしたら、何も見えなくなってしまいます。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と、王子は言いました。私が、命じた通りにしておくれ。そこで、ツバメは、王子の、 もう片方の目を取り出して、下へ飛んでいきました。ツバメは、マッチ寄りの少女のところまで、さっと降りて、宝石を手の中に滑り込ませました。まあ、とっても綺麗なガラス玉。と、その少女は言いました。そして、笑いながら、 走って家に帰りました。それからツバメは王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました。とツバメは言いました。だからずっとあなたと一緒にいることにします。 いや、小さなツバメさん。と、かわいそうな王子は言いました。君は、エジプトに行かなくちゃいけない。僕は、ずっと一緒にいます。ツバメは言いました。そして、王子の足元で眠りました。 次の日は一日中ツバメは王子の肩に泊まり、珍しい土地で見てきたたくさんの話をしました。ナイル川の岸沿いに長い列をなして立っていて、くちばしで黄金の魚を捕まえる赤い時の話。 世界と同じくらい古くからあり砂漠の中に住んでいて何でも知っているスフィンクスの話。琥珀のロザリオを手にしてラクダの傍らをゆっくり歩く貿易商人の話。黒炭のように黒い肌をしており大きな水晶を 崇拝している月の山の王の話。白の木で眠る緑の大蛇がいて、二十人の僧侶が蜂蜜のお菓子を餌にやっている話。広く平らな葉っぱに乗って大きな湖を渡り、蝶々といつも戦争している フィグミーの話。かわいい、小さなツバメさん。王子は言いました。君は、驚くべき話を聞かせてくれた。しかし、苦しみを受けている人々の話ほどの驚くべき話はなかった。どしがたい悲しみ以上に、 解きがたい謎はない。小さなツバメさん、町へ行っておくれ。そして、君の見たものを私に教えておくれ。ツバメは、その大きな町の上を飛び回り、金持ちが美しい家で幸せに暮らす一方で、貧しい人が、 その家の門の前に座っているのを見ました。暗い路地に入っていき、物憂げに暗い道を眺めている空腹な子供たちの青白い顔を見ました。橋の通りの下で小さな少年が二人互いに抱き合って横になり、 温め合っていました。お腹が空いたよ、と二人は口にしていましたが、ここで横になってはいかん、と見回りの人が叫び、二人は雨の中へとさまよいでました。それから、ツバメは王子のところへ戻って、 見てきたことを話しました。私の体は純金で覆われている。と王子は言いました。それを一枚一枚剥がして貧しい人にあげなさい。生きている人は金があれば幸福になれるといつも考えているんだ。 ツバメは純金を一枚一枚剥がしていき、とうとう幸福の王子は完全に輝きを失い、灰色になってしまいました。ツバメが純金を一枚一枚貧しい人に送ると、子供たちの顔は赤みを取り戻し、 笑い声を上げ、通りで遊び始めました。パンが食べられるんだと大声で言いました。やがて雪が降ってきました。その後に霜が降りました。通りは銀でできたようになり、 大層光り輝いておりました。水晶のような長いつららが家の軒先から下がり、みんな毛皮を着て出歩くようになりました。子供たちは真紅の帽子をかぶり、氷の上でスケートをしました。 かわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきました。でもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした。心から王子のことを愛していたからです。パン屋が見ていないとき、ツバメはパン屋のドアの外で パンくずを拾い集め、翼をパタパタして自分を温めようとしました。でも、とうとう自分は死ぬとわかりました。メには王子の肩までもう一度飛び上がるだけの力しか残っていませんでした。さようなら。 愛する王子様。ツバメは囁くように言いました。手にキスをしてもいいですか君がとうとうエジプトに行くのは私も嬉しいよ。小さなツバメさん。と王子は言いました。君はここに 長いしすぎたでもキスは唇にしておくれ私もあなたを愛しているんだ私はエジプトに行くのではありませんとツバメは言いました死の家に行くんです死というのは 眠りの兄弟ですよね。そして、ツバメは幸福の王子の唇にキスをして、死んで彼の足元に落ちていきました。その瞬間、象の中で何かが砕けたような、 奇妙な音がしました。それは、鉛の心臓がちょうど二つに割れた音でした。次の日の朝早く、市長が市会議員たちと一緒に像の下の広場を 歩いておりました。柱を通り過ぎるときに、市長が像を見上げました。おやおや、この幸福の王子は、なんてみすぼらしいんだ。と、市長は言いました。なんてみすぼらしいんだ。市会議員たちは、叫びました。 彼らはいつも市長に賛成します。みんなは像を見ようと近寄ってきました。ルビーは剣から抜け落ちているし、目はなくなっているし、もう金の像じゃなくなっているし。と市長は言いました。これでは、 貧しい人間と大して変わらんじゃないか。貧しい人間と大して変わらんじゃないか。と、市会議員たちが言いました。それに、死んだ鳥なんかが足元にいる。市長は続けました。我々は実際、鳥類は、 ここで死ぬこと当たわずという注意書きを出さねばならんな。そこで書記がその提案を書き留めました。そこで彼らは幸福の王子の像を下ろしました。もう美しくないから役にも立たないわけだ。大学の 芸術の教授が言いました。溶鉱炉で像を溶かすときに、その金属を使ってどうするかを決めるため、市長は市議会を開きました。もちろん他の像を建てなくてはならない。と市長は言いました。そしてその像は、 私の像でなくてはなるまい。いや、私の像です。と、司会議員たちがそれぞれ言い、口論になりました。おかしいな鋳造所の労働者の監督が言いました。この壊れた鉛の心臓は、 陽光炉では溶けないぞ。捨てなくちゃならんな。心臓はゴミために捨てられました。そこには死んだツバメも横たわっていました。神様が天使たちの一人に、街の中で最も尊いものを二つ持ってきなさい。 とおっしゃいました。そして天使たちは神様のところに鉛の心臓と死んだ鳥を持ってきました。神様はよく選んできたとおっしゃいました。こうしてツバメと幸福の王子は天国の 黄金の都で永遠に幸せに暮らしましたとさ。おしまい。